第3章桜住宅街を取り戻せということで、妖怪三国志やっていきましょう。前回はね、初めてのボス戦で金銀銅をやっつけたんですけど、あともう少しでやられるとこでした。今回はイカカモネ議長出てくるんだね。まあ毎回出てきてるけど、とりあえず毎回出てきてるけどね。悪そうな顔してんな。なんか悪いこと考えてんじゃないの。いや、こんな悪い顔しててね、ものすごく親切な人だったらどうしよう。どんな願いも叶うという宝珠、私が集めてやろうじゃないか。イカカモネ議長トータク様、名前が長いから結構きつい。我らがブリー隊長関羽に手こずっていたうちに、金銀刀の宝珠が何者かに奪われたようです、とほほ。まあ奪った人は僕なんですけどね。金銀刀不用心、極めていかんである。で、その宝珠を奪ったやつってまさか君か。いや、疑い深いからね。いや違うし、こんなやつ奪えねえから。何倍言いよっとね、ジバニャンリュービバイダルカー。何の方言だろう。ほう、あのジバニャンリュービー、私の邪魔をするとはなかなかの器だが、それだけでは私は倒せんぞ。私には四天王がいるのだからな。四天王、そして何よりこの赤鬼力がいるではないか。あ、出てきた、強そう。一応ね、三国志の世界で呂布っていうね武将がいるんですけど、その呂布ってね、一応最強の武将って言われてんだよね。赤鬼強そうだな、やっぱり。まあでもこの後に青鬼とか黒鬼とかさらに強い鬼がいるんだよね。宝珠が全て集まるのも時間の問題ではないか。あ、うんちくま、レジェンド妖怪なのにすごい出てくる。イカカモネ議長を到達と赤鬼力強そう。クマ怖そう。クマ、この二人のうんちくを聞きたい人はこちら。クマ、あ、なるほどね。そう、うんちくコーナーっていう新しいコーナーができたね。何しに出てきたんだあいつは。ねえ天才軍師、次の宝珠の場所が分かる道具を出してくれにゃ。ドラえもんじゃねえんだから、そんな都合よくポンポン出せるわけないでしょ。おい、なんか展開が早いな。探したぞジバニャン劉備、土雲と大釜。なるほど、噂通りいい面してんじゃねえか。イケメンじゃないけどね。お前らは誰にゃ。シャラップ、この無礼者が。このガタガタをどなたと心得る。たまにこういうことあるよね、ウィスパー。桜国だんだん坂出身の名家、遠家の土雲炎章殿と大釜の炎術殿ですぞ。で、その名家とやらが何のようにゃ。お主ら、あの金銀刀を倒したらしいな。その力を見込んで頼みがある。イカカモネ議長トータクを倒さねえか。イカカモネ議長トータク、イカカモネ議長トータクとは、そのあの悪の親玉です。そのまんまじゃ。時間がかかった割にはざっくりすぎる説明だにゃ。今回はあれ出てこないのかな、あのウィスパーの妖怪パッド。この桜国桜住宅街で奴は急成長しておってな。ま、俺たちは隣の町のもんだが、ちょっと見過ごせなくなってよ。あ、よかった、これ桜住宅街でこの妖怪三国志終わるわけじゃないんだね。にゃー、めんどくさいんですけど。相手が大物であっても嫌なものははきっぱりと断る。なんと堂々とした態度、さすがは我が主でございます。ということで、残念ながらジバニャン劉備殿は、ま、俺っち優しくて強いから別に味方になってもいいにゃんよ。喜んで協力するとのことです。でも遠家にどう協力すればいいのにゃん。あ、
これは超飛だね。メラメライオン超飛。そうだな。お待ちください、あれは。お久しぶり、すごい久しぶり。あなたはそのいや多分ね、あなたは会ったことないと思うんだよね。メラメライオン超飛、前は世話になったにゃんね。そう、今そう言おうと思っていたんです。で、何かご用ですか。俺たちの住処がイカガマネ議長董卓の軍に襲われて、奴らますますつけ上がっておるようだな。どうか力を貸してくれ。ちょうどイカガマネ議長董卓を倒すと決めたとこにゃん。我らイカガマネ議長董卓討伐の心立ちのもと、これかまそうとしてんのかな。今まさに一つになっていたところでウィス。メラメラ。これで役者は揃ったな。早速イカカモネ議長董卓を倒しに行こうぜ。その前に皆さん、我らのふさわしいチーム名を決めませんか。チーム名があるんだね。ウィスパー孔明と愉快な仲間たちなんていかがです。また出てきた。反董卓連合軍がいいクマ、説明はこちらクマ。うんちくコーナー、反董卓連合が解放されました。なんか全然子供っぽくないな。反董卓連合軍か、悪くない。ではこの軍は我が輩が率いる。皆の者ついてまいれ。あ、完全になんか仕切られてんな。ありゃ、リーダーの役を取られちまった。まあいいや、今回は譲ってやるよ。行くぞ、反董卓連合軍。イカカモネ議長董卓を成敗するのだ。いざ出陣にゃん。おい、戦いの前に一つ忠告しといてやるぜ。なんだなんだ。イカカモネ議長董卓の四天王に気をつけろ。あ、そういえば確かね、四天王がいるって言ってたね。四天王？四天王って誰だろうね。イカカモネ議長董卓の軍を支える四将軍のことさ。奴らはずる賢い。ジバニャン劉備の領地にも攻めてくるかもしれねえ。領地？俺っちいつの間にか国を持っていたにゃん。いい、困った人を助けたり金銀塔を倒したりしたので、桜住宅街の施設をいくつか持っておりますよ。せっかく勝ち取った領地だ。守りのメンバーをきっちり置いておいた方がいいぜ。あ、これね、今までは自分が攻めていく一方だったんだけど、敵も攻めてくるんだよね。なんだか大変そうにゃんね。よし、わかったにゃん。あまたの武将妖怪を引き、土地を治めるお主はもう一国の主よな。このゲーム結構大変だな。今まではもう攻めることしか考えてなかったけど、敵が攻めてくんだね。あ、またクエストがすげえ解放された。じゃあ今日も敵の施設を奪っていこうかな。これなんだっけな、この骸骨の女の子、これ大好きな妖怪なんだよね。大好きな妖怪なのに名前が思いつかないっていう、なんだっけな。あ、そのまま出るのもいいんだけど、装備品とかで作っていきたいよね。あといろんなことちょっとやっていきたいな。施設強化、施設の強化。あ、そうだそうだ、結構お金かかるな。1500円で強化することができる。お、ランクアップ、ランク1からランク2になったんだね。一体何が変わったんだろう。そして装備品、全く作ってこなかったけど、今回はね、装備品自分で作んなきゃいけないんだよね。あ、作ることできる。見習い刀、力が10、力が15。お、これが一番いいじゃん。あ、結構出てんな。じゃあまずこれ作ろうかな。あ、1個しか作ることできねえ。これは能力がアップか。丸い盾いいね。ゴミ箱の蓋とか。素朴な魔除け、
とりあえず作れるもんは全部作っちゃおうかな。あとこれも作ることはできるね。本当になんか最低装備品だけど。じゃあ戦っていきますか。これはちょっと楽勝で勝っちゃう感じかな。1220対846。まあでもまだ連動妖怪勝てないんだよな。敵より多くのパンを集めろ。オイラたちはイカカモネ議長トータクの四天王、四天王ってお前たちか。弱すぎでしょ。食料置きっぱなしとは不用心。違うんだって、並べてるんだって。それパンを集めてこっちの食料とするのだ。あいつここのパンを持っていくつもりだ。あいつより先に多くのパンを集めよう。食料を奪い敵を追い詰める。そんな卑劣卑怯な漂流詰めをこのウィスパー孔明がやると思いか。おや、あれは、あれを使えば敵の背後に移動できそうですね。 あれね、運外強さあ兵糧攻めやるんじゃん。やっぱり相手を先にパンを5個集めれば勝ちでウィッス。相手より先に5個集めるのか。ちょっと待てよ。まあ、こんな感じになってんだね。っていうことは逆に敵もこっちから湧いてくるってことだよね。相手より先にパンをゲットするってことか。そしたらジバニャンはこのパンの回収係にしよう。さあ、ひょうへんなはどうしようかな。ひょうへんな、ひょうへんなもう前突っ込んでいこうかな。ひょうへんな前に突っ込め。ダークニャンも、ダークニャンどうしようかな。鏡、ちょっと鏡ちょっと突っ込んでみようかな、せっかくなんで。ちょっとやばくなったら逃げよう。ウィスパー孔明、あ、じゃあちょっとウィスパーも、来た来た来た。そうだね、ここは通ることできないのか。じゃあ青龍もこっち、こっちから行こう。あ、パン一つ取られた。シャレカ夫人美子。やあ、ガンガン取られてる。で、ジバニャンがまずパンを取って。続かなそう遜色。で、パン取るでしょ。本当にこんなんでいいのかな。あ、ダークにはサボるんだよな。わわわわわ、あー、戻った。なんで戻ってきやがった。ウィスパーの番が来た。とりあえずパンを取って、いや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 、あー、勝手にこういう感じになるんだね。ちょっとウィスパー戻ってきた方がいいような気がする。
さあ、ここに飛び出したやつがいるからこいつをやっつけるか。ちょっと待ってよ、妖術ね、あんま使ってこなかったんだよな。あんま大したことなかった。やばい、これやられちゃう。敵がどんどん湧いてきた。まずいな。ちょっと戻した方がいいかもしんないな。これとりあえず取る。あ、そうかそうか、パンを一つ取ってしまえばもうそれで勝ちなんだ。ダークニャン、じゃしばらくちょっと頑張って戦ってもらおうか。あと一つ、あ、これで勝ちじゃん。もうの妖怪を一匹もやっつけずに勝った。いいのかなこんなんで。一応経験値ももらえるし、ただ多分仲間になってくんないんじゃないかな。お前たちいい戦いぶりだったぞ。ジバニャン劉備ありがとう。仲間になってくんないのかな、このカンウと張飛。当然のことをしたまでにゃん。浮かれるのはまだ早いかと。四天王は残り3人もいますし。そう、さっきのやつ四天王だったんだよね、武用人か。全然大したことなかったな。ということは残りの3人はトホーギスと、あとあの疑り深い鬼と、まあそこら辺の妖怪だよね。うるさいぞ白いの、ふよふよしやがって。ボヒー、頭叩かない、私のチャームポイントが。ジバニャン劉備、今日から俺たちは永遠の友達だ。熱い誓いを結ぼう。にゃ、どういうことにゃ。何言ってるんですかあなた。これはまさしく三国志一の名場面、公園の誓い。ヨキシマムゴッド飲んでたね。違う、桃園の誓いクマ、こっちで説明するクマ。あ、これ分かった、うんちくコーナーっていうのが分かった。これはあれですね、三国志の方のうんちくを多分説明してるんだと思うな。多分ほとんどの人が三国志分かんないから。面白そうだからまあいっかにゃん。よし、覚悟はできたな、ジバニャン劉備。我ら3人、生まれた時、いや場所も違うけど死ぬ時は一緒だ、ビクトリアン。どさくさに紛れて私もビクトリアン。怒られた、怒られた、グヘ、どさくさ紛れに。こちらが入手できたでウィスバタリー。チャレンジバトルアプリを手に入れた。なんだこれ、次回試しに使ってみるか。いかん、いかん。おお、不用心棒金銭よ、負けてしまうとは情けないではないか。しかも敵の妖怪倒すことなくあっさり勝っちゃった。だが奴は四天王の中では最弱。お前たち3人が残っていれば何の心配もいらないではないか。いや、すげえ心配な感じがする。そして赤鬼力、じゃこいつを先に出そうよ。お前にジャングルハンターを任せようではないか。いや、赤鬼はね、多分半端なく強いと思うんだよね。わしの力思い知らせてくれる。隊長カンウ、あ、カンウちょっと入れていきたいな。メラメライオン張飛、一応あの桃園の誓いで義兄弟になってるんで、この張飛とカンウ入れていきたいけどね。
さっきのチャレンジバトルだね。おや、勲章ランクが上がったようですね。そう、地味にね、これランク E って書いてあったんだよね。勲章ランクとはすなわち勲章の器。妖怪ランクが上がると強力な武将妖怪を仲間にできますし、あ、今までそんな制限があったんだね。命令回数も増えるんです。あ、増えるのは次の日からですよ。勲章ランクは施設の数が増えれば増えるほど上がっていきますよ。目指せ伝説の S ランク勲章。お、赤鬼、ん、何やら騒がしいですね。ああ、小豚銀行にバトルを挑んできました。攻めてきやがった。くらりくらり、おい、おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。やっぱ攻めてくるんだね。物気の殻だった。物気の殻の場合はそのまま取られてしまうみたい。ああ、取られちゃった。ふう、負けてしまいましたね。急がば回れと言います。鍛えてから再挑戦しましょう。これあれか、もう妖怪はランクが低くてもいた方がいっぱいいた方がいいね。敵が攻め込んでくるとはどうやら軍師の力が必要そうですね。コホン、配置に困ったら私にお任せでウィッス。マップ上の軍師ボタンを押せば敵に近い施設に武将妖怪を配置します。逆に敵妖怪と隣接していなければ、そうか、武将妖怪一匹も置く必要ないのか。じゃあ最後にカンウと張飛、まあ、ブリー隊長とメラメライオンのねステータスを確認しておしまいにするか。燃える闘志、自分がピンチの時に力がアップする。普通だな。必殺技が聖剣バーニング、これも普通だね。なるほど。味方全員に取り付いた状態でバトルを始める。でもね、ランクが低いんだよな。ブリー隊長とメラメライオン、ちょっとランクが低いんだけど、まあいいか。はい、ということで妖怪三国志、次回もやっていきたいなと思います。